家庭菜園を楽しむ日本在住のシャルゲイさん。これまでクワやスキを使っての畑仕事でしたが、一念発起、ミニ耕運機 TRS300 を手に入れたのでした。それではどうぞ。昔のエンジン始動ってとっても大変だったようですね。それに比べると今の機械は力いらずですぐに作業ができます。いいことを教えてもらいましたね、シャルゲイさん。畝を立てるのにも秘訣があるんですね。ことからシャルゲイさんの家庭菜園に観客がつきました。その名も先生。シャルゲイさん、耕運からぐるっと旋回するのに手こずっているようです。300には安心作業レバーがあるので簡単に旋回できます。旋回するときはまずスロットルレバーを低速にします。次にシュクラッチレバーを握ったまま安心作業レバーを旋回にします。シャルゲイさん、たったこれだけの操作で旋回できるんです。また安心作業レバーの操作によりデフロックとロータリー回転が同時に切れる機構なので安心スムーズに旋回できます。そして同じく使用者の安全を守るためシュクラッチレバーを握ったままではエンジンが動かないようになっています。しっかりと耕した後の畝立ては後ろの畝立てマットを抵抗棒に引っ掛けるだけで簡単にできるんです。シャルゲイさん、これまでの手作業とは比べ物にならないほどはかどっているみたいですね。おや、作業を止めてどうされたんですか？なるほど、ロータリーが止まるので安心ですね。シャルゲイさん、
機械に貼られている QR コードを読み取ることで機械の取扱い動画が見られます。なるほど、ガソリン残量が一目でわかりますね。これがワンタッチ停止スイッチ。ここを押すだけでエンジンが停止します。さあ休憩してらっしゃい。休憩中、先生とシャルゲイさんが何やらお話ししています。それではそれぞれの仕様とアタッチメントについて紹介します。こちらは D 仕様、いわゆるスタンダードタイプで家庭菜園の入門機種です。こちらは H 仕様、一軸で同時に内側の爪が逆転、外側の爪が正転するので硬い畑でもしっかりスムーズに耕運ができます。機体の飛び出しを防ぎ安定して作業ができます。こちらは US 仕様、ロータリーカバーを開きサイドカバーの角度を変えることで様々な大きさのうね立てができます。次にアタッチメントの紹介です。ニューイエローバイド機はうね方の丸い丸うね作りができます。グリーンバイド機はなだらかで低い丸うねを立てられます。パープルバイド機は歩きやすい広い溝幅のうね立てができます。ブルー高春期は水はけの良い溝底のきれいな台形うねができます。内森くんはプレートを上下にスライドさせることで丸うね、平うねの2種類の内森作業ができます。そしてスーパー整地冷機70、畑の整地作業や近辺作業が楽にできます。あれ、シャルゲイさんどうしました？シャルゲイさん、耕運してふかふかになった土に何か植えようとしています。それ何ですか？名前も知らない野菜を何でもかんでも植えちゃって、先生これって大丈夫なんですか？シャルゲイさん、お野菜できたらどうするんですか？美味しくできたらお父さんとお母さんにあげます。美味しくできなかったら
やっぱりお父さんとお母さんにあげます。